キャンベルスープカンパニー NYSE,CBB は有名なスープ缶と関連する他の製品を製造、販売するアメリカの食品製造者である。今やキャンベルズの略称でも親しまれ、製品は世界120カ国で販売されている。アメリカ合衆国ニュージャージー州カムデンに本社を置く。日本ではキャンベルジャパン株式会社として本社を 東京都港区虎ノ門に構える。代表取締役は沼野里氏に。近年では、非農宿の特製スープ、乾燥スープミックス、グレービーをはじめとするその取扱い農宿食品に、加えて、より広範囲の食品全般を包括するまでに、成長している。ここ何年かの間に、キャンベルズは、フランコアメリカン、ペペリッチファーム、ブラシック、スワンソン、ミセス,スポールズ、 フレゴ、ゴディバ、マリーズといった他のアメリカの業種買い付けを行ってきた。ミセス・ポールズとブラシックはピナクルフーズに売却されている。企業情報によれば1994年時点での売上上位3製品はチキンヌードル、クリーム・オブ・マッシュルーム、トマトであり、消費者は1年ごとにおよそ25億個ものスープ缶を購入しているという。また、 至るところで目にするその赤と白の缶のデザインは、1960年代のアメリカを代表するポップアートの芸術家、アンディ・ウォーホルの作品、キャンベルのスープ缶の素材となったことで有名。この缶を題材とし、1962年から1968年にかけて描かれた、飲酒打破的な一連の絵画は、その多くがペンシルベニア州にあるアンディ・ウォーホル美術館に、 展示されている。この出来事を祝すキャンペーンとして2004年に同社は通常の赤と白のデザインとは異なるラベルの全4種の限定デザインカーを公表した。これら新しいラベルはウォーホルの絵画を模してシルクスクリーンの色調を使用し上半分が影部分で底側半分は違うデザインといったものである。その一つにはオレンジ色と ピンク色を基調とした部分のものがあり、別の影部分は青色である。通常の缶のデザインラベルから逸脱した、このキャンペーンは、同社の100年を超える歴史の中でも数少ない、珍しい事例となった。これら限定デザイン缶の販売は、アメリカ合衆国先海岸を中心に展開され、大手スーパーの一つである、ジャイアントイーグルを通じて、 オハイオ州などの西海岸側でもゆっくりと流通の幅を広げている。日本においてはキャンベルジャパンと清水食品を通して日本向けに味を調整した製品が数種類発売されているほか、都市部の輸入食料品店ではオリジナルの各種スープが販売されている。また、沖縄県では米軍統治時代から家庭の常備食として広く親しまれており、 特定の銘柄については、米国とほとんど変わらない価格で購入することが可能である。なお、1994年3月から2002年7月31日までは、三つ間グループとの合弁企業、キャンベル中野が販売を担当していた。キャンベルズを経営する2006年1月現在の取締役会のメンバーは、ジョン・カイ・ブロック、エドマンド・カーペンター、ポール・ジャロン ダグラス・コナン、ベネット・ドランス、ケント・フォスター、ハービー・ゴラブ、ランダル・ラディモア、フィリップ・リッピン・コット、ベアリー・ディ・マロン、サラ・マシュー、デビット・シー・パターソン、チャールズ・ペリン、バリー・ランド、ジョージ・ストロー・ブリッジ、デスビニー、シャーロット・ウィーバーである。キャンベル・スープ・缶紅白の色合いが特徴的。缶の中央部に描かれているのがパリ・バンコク博覧会で獲得したゴールドメダルである。 アイスランド航空のフライト中に出されたキャンベルのトマトジュースキャンベルズは1869年に聖火賞のジョセフ・エイ・キャンベルとアイスボックスメーカーのエイブラハム・アンダーソンの手によって設立された。設立当初の社名はジョセフ・エイ・キャンベル保存加工会社と呼ばれ、缶、瓶詰めのトマト、野菜、ゼリー、スープ、薬味やひき肉を製造、販売していた。 1896年になる頃、アンダーソンは共同事業を退き、新会社、ジョセフ・キャンベル株式会社を再建、組織するために最初の会社を後にした。1897年、新しいキャンベル社の協力者となる、ジョン・ティード・ランス博士が、週休わずか7ドル50セントの賃金で働き始めた。マサチューセッツ工科大学とドイツのゲッティンゲン大学で、 学位を取得するほどの才能にあふれる科学者であった、ドーランスは、最も割合の大きい材料である水の量を、半分に減らすことにより、スープを濃縮する、商業的に実現可能な製法を開発した。世紀が20世紀へと変わる頃、当時アメリカの食生活においてスープは、必需食料品ではなかったが、ヨーロッパではよく食べられていたものであった。しかし、 ドーランスの開発した濃縮スープは、一缶10セントという、手頃な値段とその利便性がすぐに、大衆の間で大人気となった。1900年には、パリ万国博覧会に、この濃縮スープ缶製品が出品され、今なおそのラベルに描かれている、ゴールドメダルを受賞したのである。1898年、キャンベルズの重役の一人であったハーバートン。 ウィリアムズが自身も参加していたコーネル大学のアメリカンフットボールチームで使用されていたユニフォームの爽やかな色彩に感化され赤と白のラベルデザイン案の採用を打診した。この案が採用となり、その紅白の色合いと1900年のパリ、万国博覧会で獲得したゴールドメダルが描かれた缶のレイアウトは今日までほとんど変わっていない。 キャンベルスープ社は企業当時以来、広告に多額の投資をしており、その販売推進キャンペーンに使用されたものの多くは、アメリカの収集用広告市場でも価値のあるものとなっている。最もよく知られているものは、キャンベルキッズスープシリーズの広告のようである。また野菜ジュースである V8 が発売された当初、アメリカ合衆国、第40代大統領のロナルド・レーガン大統領が、 宣伝用ポスターなどのスポークスマンを務めた。1968年には1960年代に流行していたペーパードレスにスープ缶が描かれたスーパードレスをスープ缶を2缶購入した消費者に1ドルで提供した。キャンベルズ製品のメニューブックや料理本シリーズであるヘルプフォーザホステスもまた制作されている。 現代人の味覚には確かに変わった感じがするが、最も長く親しまれているレシピの一つには、トマトスープケーキの作り方などがある。また、1916年に出版された、ヘルプフォーザホステスの中で、キャセロール料理のつなぎとして手作りした、クリームソースの代わりに濃縮クリームスープの缶詰を使うことが提案され、北米の家庭料理から手作りのクリームソースが、 駆逐されるきっかけとなった。1949年には Easy Ways to Good Meals というレシピ小冊子の中でスープの缶詰を2、3種類混ぜ合わせて新しい味を作り出す提案をしているが、缶詰のスープを混ぜ合わせること自体は1930年代にすでに行われており、キャンベルスープ社の発案ではない。収集用広告に加え、 同社は著名な商業用公園施設も所有している。主なものに、以前はアメリカ人俳優のオーソン・ウェルズがニューヨークに設立したマーキュリー劇場という名称であったキャンベルプレイハウスがある。キャンベルズは1938年の12月に劇場が運営するラジオ劇場番組のスポンサーとして引き継いでいる。キャンベルズは数々の製品ブランドを所有しており、 それぞれ異なった食品ラインへ分類される。以下は、キャンベルスープカンパニーの所有するブランドの主なリストである。スープセット食材ジュースペース社商品、ペペリジファーム社商品、プレゴ社商品スワンソン社商品 V8 シリーズ、食品事業タ、ブランド TV、アニメシリーズ、サウスパークで、キャンベルズのチキンスープである、ニキルト、炭酸飲料水のスプライトは、 伝統的治療薬であるが、普通の人は SARS に感染した町の住民を治療するために使用するのだというシーンがあった。この組み合わせは、風邪やインフルエンザへのアメリカの治療薬であるという、社会風刺で多くのインターネットの掲示板などに登場する。以下は翻訳元である英語版からの出典項目である。ありがとうございます。